今年6月、神戸市西区の草むらで6歳の男の子の遺体が見つかった事件を受けて、市の対応が適切だったかなどを検証する委員会の初会合が開かれました。今年6月、神戸市西区の草むらで穂坂修ちゃんの遺体がスーツケースに入った状態で見つかり、同居する叔父の大地容疑者や母親の沙喜容疑者ら4人が殺人などの疑いで逮捕されています。事件の2ヶ月ほど前に市には修ちゃんの体にあざがあるなどの虐待を疑う報告があったということですが、市は大地容疑者らの意向を受け一時保護を見送っていました。市はこれらの対応が適切だったかなどを検証するため、児童福祉が専門の大学教授ら5人で作る第三者委員会を設置。今日初会合が開かれ、これまでの市の対応について説明があったということです。委員会では今後関係機関へのヒアリングなどを行い、再発防止に向けた提言を報告書としてまとめるとしています。